はい、アップからします。2セット目いきます、ちょっとさっき、佐藤トレーナーからいい話を聞きまして、80キロで、6レップ上がれば、大体100キロは1レップできますよっていう話だったんで、今日はこれで、さっきも5レップで6レップ目で潰れちゃったと思うんですけど、こんな感じで、年明けのトレーニングは80キロの、6、7、8レップぐらいを目指して、トレーニングをちょっとやってからまた100キロ目指したいと思います。ということで2セット目いきます。
りに行ったけど、さっきの100キロの感じだった。そして星が飛んでいる。これが100キロだったらね。絵的には面白かったね。絵的に面白かった。はい、それでは80キロで3セット目いきます。さっき2セット目は、かなり強引でしたが、6レップ目なんとかラックに戻すことができました。片っぽだけ引っかかった状態で潰れるかと思ってどうなることかと思ったのですが、なんとかやりました。はい、では3セット目、この3セット、ベンチ80キロ3セット目で今日の胸トレーニング取り納めです。これ終わってからまた他の部位やりますけれども、一旦これで今日今年の胸ラストです。いきます。よし、やめました。ということで2015年の胸トレ終わりです。ありがとうございました。